はい、オルガンライフです。豊田議員、パワハラで問題になってますよね。秘書の人に暴言吐いた。まあ私は極悪だと思いますね。やるべきじゃないって。パワハラって散々言われてるじゃないですか。それどうしてやっちゃうのかなってね、そう感じました。まああと、まあ性別のこと、それ言いたくないんだけど、女性の方々、まあ、昔は平等じゃなかった、それどんどん今男女平等みたいな、そんな感じになってるんだけど、私感じてるところ、女性ってその平等なはずなのに、女性の方がまあ腫れ物触るなみたいな感じで挙げられてる。まあ下手なこと、こういう言葉は男女差別だから言わないっていう感じで周りが動いてる中で持ち上げられてるんですよね。だからある意味優位なところがある。まあそういうところに付け入っちゃったのかなって思うんですよね。まああとは男性に対して負けたくないみたいな、そういうところがあるんじゃないかなってね。まあそれでちょっと強気になっちゃう。私の周りでもいましたからね。そんなところ強気にならんでいいだろうっていうところを強気になってる人いました。まあ仕方ないのかなと思うんだけど、まあ、ただ秘書の暴行はやりすぎですね。やりすぎっていうか、もうやっちゃいけないことですね。あれ、仮にその議員が男性であっても問題ですよ。まあ本当にあれはひどいと、そう感じましたね。あとは昔だったら男性秘書、何弱気なこと言ってるんだよっていう、そういうところになったと思うんですよね。今だからこそこういう訴えが認められたのかなって、そう感じてますね。これ例えば10年前だったら、10年前って結構もっと前か、20年以上前、女性男女のその平等機会、それはあまり与えられてなかったんだけど、やっぱ女性に対しては優しくしようみたいな、そういうところがあった。まあそれが不平等だろうって言われそうだけど、そういう中であって女性がどうだったのか、結構ネチネチと男性側を攻撃する、言葉の攻撃、言葉の暴力、結構汚い言葉で言ってくる。そうすると男の方どうするのか、とりあえず言葉で返す。でも女性側の方がまあネチネチとやってくる。まあそうなって男が手出す。まあそこで男は悪者になっちゃうんですよね、っていう状況があったんですよね。だから昔だったら男女の中で男性がいじめられてても、ちょっと手出す、こっそり録音しといて公開する、そんなことすれば何正々堂々とやってないんだよっていう感じで男性側が非難されたと思うんですけど、まあ、今だと、まあ、対等に扱ってくれる、そういうところで助かったのかなって、そう思いますね。まあ、この問題って難しいですよね。男性側は下手に反論すると大人げないって言われる、女性側の方はちょっと下に見られるのが嫌だと思って強気に出る、そこら辺のやり合いなのかなってね、そう感じましたね。まあ、この件まだ公式な謝罪がないんですよね。秘書に対する謝罪がない、だからそれはするべきだって、男女関係なしですよ、そう感じますね。なぜやらないのかなってね、あれはちょっとって、そう感じました。ということで、バイバイ。